皆さんこんにちは、みねこです。はい、今回はですね、リクエストで、いただきました、今期ですね、今の2017年の春の、アニメと、あと来期にある夏アニメのことについて、まあね、いろいろ聞かせてくださいっていうふうにね、多数いただきましたので、今回はそちらの方をやっていきたいと思います。早速なんですけども、最初は今期の方から、今やってる方からですね、ちょっとやっていきたいと思います。まあ自分が何を見ているかなんですけども、まあ大体皆さんと同じものかなと思っているんですけど、まあざっと挙げるとですね、まあこんな感じに、まあ、画像ですいません、画像なんですけど本当に、あ、また言っちゃった、あ、これかで、こんな感じになってて、でざっと見てるやつをあげると、冴えないヒロインの育て方、進撃の巨人、ナルト、あとはどれだ、あんまね今回見てなくて、エロ漫画先生ゼロから始める魔法の書、あとソードオラトリア、ロックでなしの、なんて言うんだっけこれ、アカシックレコードか、アカシックレコードっていいのかな、あとひなこノート、あとはフレームアームガールズ、桜クエスト、あとね、なんだろう、あ、レクリエーターズ、月が綺麗、あとはなんだ、その辺かな、うん、そこら辺ですね今見てるのは。はい、まあこんな感じに、まあ今期のやつは見ているんですけども、まあこの中で、まあ、自分的にまあ、順位を、まあね、トップ3をつけるんだったら何かっていう風な感じなんですけども、まあ、個人的にですね、すごいね、悩むところなんですけども、まあ、第3位がですね、月が綺麗ですね。まあ、こちらのアニメは、なんだろうな、ザ・青春のアニメみたいな、そんな感じで、まあ、中学生のね、まあヒロインっていうか主人公2人がいて、まあその日常プラス恋愛を描いたみたいな、そんな感じの物語で、結構自分好きですねそれ。だからなんだろうな、すごい毎週楽しみなんですよ、今回どうなるんだろうなっていう風に思ったりとか、なんだろう、その複雑な関係とか、そんな風な感じに描かれてるので、だからね結構それ面白くて、すごいおすすめですね。まだ見てない方はぜひ見てみてください。今8話ぐらいまでかな、大体。うん、だからね多分今から見れば間に合うと思います。はい、で第2位がここすごい迷うんですよ。1位と2位がね本当にすごい迷ってなんですけども、どっちかっていうと個人的には2位がエロ漫画先生かな。うん、2位がエロ漫画先生ですね。まあなんてかっていうと、まあこれ結構ね今期のなんかアニメでも、上位に入るぐらいの面白いっていう風に、まあ、言われてたりするアニメなんですけども、まあ個人的にすごい大好きですね。ラノベの方から自分は、エロ漫画先生を見てたんですけど、まあアニメの方でも作画はそのまんまだし、あと声優さんもすごいぴったりだし、あとはお話もすごい面白いから、なんか本当大好きですねエロ漫画先生で。なんだろうな、やっぱイラストとかがすごい可愛いんですよ本当に。だからねすごい好きです。でところどころに他のアニメの要素が入ってたりするんですよ。まあこれ第1話のエンドカードかなんですけども、こんな感じにね、そう、まあ声優さん同じだから相馬のことをやってたりとか、まあ、こんな感じにここですね、ここに SAO とハイフレが入ってたりとか、こういう風に何か他のアニメの要素を入れるっていうところがちょっと面白くて、だからね結構好きですね。この前なんてね、あ、猫が鳴いたこの前なんて香辛料とか、あと魔法科高校とか、あとそのままキリトが出てきたりしてたじゃないですか。だからそこら辺の要素とかいっぱいあってすごい面白いですね本当に。だからすごい好きです。で、第1位は、冴えないヒロインの育て方でございます。こちらはね、まあ第2期ですね。
もともとね、さえかのはですね、本当に大好きなんですよ。その作品自体が。だから本当に、ニキもすごい良くて、ヒロインっていうか、女の子たちもすごい可愛いし、設定とかじゃなくて、まあ物語もそうだし、感動するし、めっちゃいいんですよ。ゼロ話からもう飛ばしてきたし、だからもう文句なしのね、これはね、名作っていうか神アニメですよね、本当に。で、一番印象に残ってるのがここなんですよ。こちらです。まあこの、それぞれがそれぞれに対してサインを書くところってあったじゃないですか。で、そこで、まあね、あんまり心を開かない二人がね、お互いに色紙を交換し合うという風なシーンで、本当にここがすごい大好きで、だからね、なんて言うんだろうな、ここを見てなんか、感動っていうのかな、まあそんな感じになって、だから結構大好きなシーンですね。あとこの絵が素晴らしい、本当に。あとね、サインもめっちゃかっこいいんですよ、これ。霞ヶ丘、かす、歌子ってね。霞歌子だ。すいません、間違えました。霞歌子。このシーン、シーンもね、本当に大好きなんですよ。ね。で、まぁ、こんな感じで。あと、加藤がめちゃくちゃ、本当に、今まで以上に可愛くなってたりとか、まぁ、いろんな新しい要素が入りながらも、もうね、もう、なんて言うんだろう。まあ、さえかのは本当最高だってことしかちょっと言えないんですけど、すごい面白いですね。はい、ということで、まあ今期の春アニメはこんな感じでございます。で、来期の話ですね。夏アニメの話なんですけども、まあ自分が見るものは何かっていうところなんですけど、まあざっとね、今のところ自分見るかなっていうやつをちょっと上げてみました。それがですね、こちらでございます。またこの表になってしまうんですけど、すいません。まあ、ざっと上げていくと、まだね、どういう物語もわかんないんで、パッと見、自分が見るやつをね、ちょっと、見ていきたいと思います。まずですね、こういう風に見ていくと、そうだな、まあ、こっちからですね。まず最初、バトルガールハイスクール、こちらです。まあ、バトルガールハイスクールはね、まあ前々からすごい楽しみにしてたアニメですね。で、初めてのギャル、ヒナロジ、まあ終わり物語、天使のスリーピース、ゲーマーズ、異世界はスマートフォンと共に、あと恋と嘘、あと熱動トラップ、あとニューゲーム、つれづれチルドレン、あとシンフォギアもかな。まあそんな感じですね、今のところは。うん。そんな感じでございます。で、この中で、まあ一番の、なんて言うんだろう、目玉っていうのかな？個人的に一番楽しみなのが、ニューゲームですね。もうこちら、ニューゲームの2期がね、決まって、いつ放送なのかなと思ったら、もう、夏に放送ということで、めっちゃ早って思って。だから本当これはね、ニューゲームマジで楽しみです。一番楽しみですね。で、バトルガールハイスクール、まあ、こちらはですね、まあ、自分このバトルガールっていう風な、ソーシャルゲームをやっているんですけども、結構ねハマるんですよ、それが。まあ戦う物語なんですけど、アニメではどういう風に物語を構成していくのかなっていうのがすごい自分は気になりますね。で、なんだろう、声優さんが豪華すぎるので、ちょっとそこら辺がめっちゃ楽しみなんですよ。うん、いや豪華っていうほど、なんて言うんだろう、豪華すぎるよね、本当に。あれはね、あんなすごい声優さんたちがめっちゃ集まったアニメってすごいなって本当思って、だから本当にめっちゃ楽しみです。で、あとは、ゲーマーズですね。もうこちら自分がラノベで一番おすすめしてたものなんですけども、ね、アニメとか公式サイトをね見ると、ちょっと画像見せますね。なんて言うんだろうな、想像してたものと違うんですよ。まあ何が違うかっていうと、絵がねちょっと違うんですよね。ですね、まあこんな感じに、まあ公式サイト開いてるんですけど、こんな感じなんですよ、絵が、アニメではね。で、ちょっとランダム今持ってきますね。
はい、ランドベイがこちらなんですけども、まあ、こんな感じになってるんですけど、並べてみると、大丈夫かな？どうやってやればいいんだろう。まあ、こんな感じになってるんですけど、ちょっとね、絵が違うんですよ。です。ランドベイの方は、なんて言うんだろうな。一番わかるのが、男の子のところなんですけど、あるかな？あ、この子。この子とかね。あと、この子。が、あの、絵の描き方がね、ちょっと違うんですよ。だから、そこを見てびっくりしたんですよ。どこかっていうと、まあ、こんな感じに。わかるかな？多分ね、わかる。ちょっとわかると思うんですけど、ちょっと違うんですよね、原作のやつとはやっぱり。なんて言うんだろう。なんかで見たことあるような、ちょっとね、なんて言うんだろうな。本当にゲームからアニメ化したやつみたいな、そんな感じの雰囲気があるんですよ。なんて言うんだろう、何が違うって言うんだろうな。で、この子よ、ちょっとね、違くないっすかっていう話なんですよ。見て、これ。で、この子とさっきの子、また見てみると、ちょっと違うの。わかる？これ。こんな感じ。わかりづらいかな。こんな感じに、わかるかな？こんな感じ。見えづらい、マジで。ね、こんな感じです。だから最初公式サイト見たとき、あれちょっと違くねって思って。まあ、そこがね、ちょっと驚きだったってところですね。まあでもゲームは好きなことには変わりないので、楽しみですね、すごく。で、あとは、つれづれチルドレンですね。まあ、こちら、まあ漫画は持ってないんですけど、友達から借りて読んだことがあるんですけども、まあ、これすごい、なんだろう、ラブコメがすごい好きなので、すごい楽しみですね、この作品。だから、イノリンとかアヤネルとか、あとユイちゃんか、小倉ユイちゃんが、まあ、ヒロインっていうか女の子役やってるので楽しみですね。あとは捏造トラップですね。もうこれがすごい楽しみで、まあついに来たかって感じなんですけど、まあこれ前発表されたのが捏造トラップってやつと、シトラスっていう風な作品がまあついにアニメ化しますよっていう風になって、ちょっと話題になったものなんですけど、まあこちらね、ユリアニメなんですけど、まあ楽しみですね。普通に今まで見てきてすごい、なんかユリアニメってすごい上位の方にめっちゃ入ってるじゃないですか。だからね、結構好きなんですよね。だからこれは個人的に楽しみなのと、あと恋と嘘ってやつですね。まあこちらはまあ漫画でもあるやつなんですけど、とにかくめっちゃ絵が綺麗でめっちゃ可愛いんですよ。だから本当楽しみです。で、あと女の子役が花澤香菜さんで、男の子役が、大阪さんなんですよ。だからもうこの2人の組み合わせで自分的には本当に嬉しくて、男性声優さんの中で1位2位を争うぐらいに大阪さんがすごい大好きなんですよ。だからその花澤さんと大阪さんのその組み合わせっていうのが自分的には本当に最高で、めっちゃ楽しみですね。はい、まあそんな感じですね。で、まあ夏アニメっていう風に、そういう風に見ていくと、夏アニメは結構ラブ要素、恋愛ものが多いんじゃないかなっていう風に個人的には思ってるんですよね。まあゲーマーズもそうだし、まあ全部そうか全部そうですよね、アニメって。全部な、誰が誰を好きっていう風な、まあありますよね。全部サエカノもそうだし、ゲーマーズもそうだし、ソードオラトリオもそうだし、全部ですね、確かに。あ、はい、全部でした、すいませんでした。まあこんな感じで、夏アニメは、自分は見るものはこんな感じでございます。まあここの中でね、新たに皆さん気になったものがありましたら、ぜひね、見る候補に入れてみてはどうでしょうか。はい、こんな感じでございます。まあね、これからもまあ今期の感想とか来期の感想っていう風に、これからもねやっていければいいなと思っております。まあ夏のアニメの感想の方も、まあまた後々やっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお願いします。はい、まあ今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。まあおすすめのアニメとか来期のやつで
まああったらぜひコメント欄などに書いてくだされば嬉しいです。はい、まあ今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。何か質問、リクエスト、コメントがありましたら、ツイッターやコメント欄までお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、さよならー。